嘘でしょ。一人でよかったわ、でも。一匹で助かったわ、むしろ。高飛びしてぐらいだが。分身してもこれ出ないんじゃないの、分身。どうなの。100発100中だから絶対当たるでしょ。とりあえず殴っとこう。でこ。危ねえな。無事な。よし、全開。こいつ の能力は何なんだろうな。見たいけど、見たいけど死にたくないという。なあ、もう。割れるよ。百発百中がよ。ああ、やっちゃった。うわあ。まあ、投げられても。矢が当たればいいか。どれぐらいの確率で、振ってくんのかがわからんな。ちょっといらないやつは入れとこう。もう入らないよ。そうっすか。変な想像が。変な想像した方はもう重傷です。病院に行ってください。僕はしませんでした。え、何出す？じゃあこれとこれでも出してもらって。入れる。まあもちろん、土もな、使い道がないわけじゃないんだが。あ、でも収納に時間かかったりしないから、ってことは、あ、待って、聖域あるやん。なんで俺聖域こんなところに。っていうか、腕輪もそこにあったやん。よく見とらんかった。頭おかしいわ。円筒そこに入ってんじゃん。円筒装備しとくか。焼き。いつ入れたのか覚えておらんかった。それ以上は無理、持てないだろ？せやな。聖域が転んで張り付くのを防ごう。割れたら意味ねえけど。壺が。ほんで？お腹いらないな、もう。よし。まあいいでしょう。結構一周すんの時間かかるぞ、こっから。ズダン！その絵がどこかへ。ほら。こいつも転ばしてきそうな気がすんな。なんか、体格からして。まあまあ、毒使うやつが2パターンいるから、全然それもあるような気がする。はいよ。どうやら鎧雲は、マザー雲は多分100ぐらいの HP だろうから。まあ十分足りるでしょう。ダメージ的には。もうないのかね。よし。じゃあもう行きましょう。高飛び使ってって感じかな。分身使って高飛び使う？また。必要ねえか。これ別に高飛び使わなくてもいけるのでは。でも真ん中から行った方がいいんだよな、今までの感じ。高飛び使うか。2枚あるし。ペヨン？また来ちゃった。来ちゃった。最高のところにしかも。もうこれこのまま投げて、殺せばいいのでは。なんか弱いな、お前。思ったより。終了だよ。あ、まだだった。100ぐらいじゃなかったんだ。炎上で与える総ダメージって何ダメージぐらいだ？ 2 周を6回ぐらい。120ぐらい。あれ？意外と生きてんな、お前。ふーん。まあいいけど。シュワーン。ちょ、ワープが、さっきから。俺、高飛び走の運良すぎない？いつも。え、こんなもんなの？普通。どう？みんな。びっくりの壺。これを割ろう。もちろん円筒を外して。あ、照らそうとは思えぬ。ちゃんとしっぷり。ちょっと待って、ここで爆発すると危ねえかもしれん。ほい。びっくりするからな。おお！めっちゃある。こんなに入ってんだ。転ばぬ先の杖、そんなに、レアアイテムなの？なんか転ばせられるみたいな話を聞いたような。木槌とは？ああ、ピコタン。ああ、なるほどね。
何に使うんや、そんな。いる？幸せそうも別に、もう飲んじゃうよ、俺。なんか幸福そうなのを演出するためのアイテムでしょ、これ多分。じゃあいいよね。ゆっくりの壺投げとこう。あ、そこに投げたら爆発するわ。危ね。交換じゃなくて。ボワーン。あ、なんか、プライズアイテムとしていっぱい置いてある感じか。ボワーン、おお。まあでもこれ素潜りだから別に使わないんだよな。復活、回復だって。回復の杖だって。回復の杖って何？はぁ、あ、はぁはぁはぁ。エビルカンガルーがいつも持っている。ああ、そうなんだ。エビルカンガルーってもしかして二人以上いるときにもう一人を回復するみたいなやつなの？バッドカンガルー？バッドカンガルー50回復みたいなあるかもしれん。なるほど。癒しウサギの癒しくないバージョン。一応持っておこうか。鍛えた木の盾。何それ？鍛えた木の盾。歴戦の盾。に。何これ何がいいのこれ。いいもなんもねえし。わからんけど、まあ飾っとこう。回復の腕は、これも能力がわかるから、ありがてえ。うん、変わんないね。あ ?2 倍 ?5 倍じゃないんだ。5倍、何倍だっけ前は。もっと確か、もっと確かあれだった気がするが。たくさん殻が減ってたような気がするが、前は。まあいいや、全部はいらない。行きましょう！はい。今回も死ななかったわ。残念ながら。いやー、来てしまいましたね。木は手に入ったんでしたっけ？ところで。木がないとこれ、城作れないのでは。木がないから、まあ良い木でいいから良い木を買おう、ここで。そうすれば素材が作れるぞ。今回は本丸を2つと内壁を1つ。一気に作ってしまった。行こう！タンスは？またアイテムをたくさん収納してあげるよ。またね。いや、お前は帰ってこんのかい。どういうこと？まあいいや。チャプ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 。一体どういうことなのだ。あれ？キララ今日はいないんだ。いや、襲ってくるぞ。みんなも村祭りで忙しいから僕たちしかいないけど頑張ろう。ファー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 。時代劇っぽい。いいぞ。いつもの作業。なんでそんな右にばっかり持ってくんだ。左にも持ってけ。結局ほとんど子供たちの手だけで作ってんじゃねえかよ。3日ぐらいだぞ、手伝ってもらったの。絶対飽きただろ、あいつら。ここからみんなで作っていこう。村長がわしも入れてくれみたいな感じになるんかと思ったけど、全然そんなこともねえし。もうすぐ本物も組み上がるぞ。ラン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 。はいはい。何もしないからね、君は。来たー！鬼だー！キリッとしろ、もうちょっと。頼むから。城がデコイになって街を守れてるじゃねえか、もうすでに。じゃあいいじゃねえか。すげえ、のうのうと暮らしてるぞ、村人は。俺が一挙に引きつけて。あー、壊れるー。さすがに今回は壊れそう。3回目だしな。ああ、外壁がやばい。てかもう内部に入られてるという外壁が機能してないんだ。もう出来上がってんじゃねえのか、お堀とか外壁とか内壁は。こんなもん城ができても内部に入られるじゃねえか。それはどういうことなのだ。ああ、壊れたかもしれん。いや、これはもう3回目だし絶対に壊れたと思う。はい、そう思った。壊れねえじゃねえか。
何の達成感があってやってんだあいつら。マジで今回もダメだったよって感じかな。なんで呪いが解けてんのかわからんが、まあいいやー、まあまあいいやー。さ、じゃあ、え、イカダで運んだだけでまだ組み立て知っとるわ。ちょっと待って、なんで重い荷物を持ったまま城の搬入しなきゃいけないんだよ。材料の搬入しなきゃいけないんだよ。降ろさせてくれ、それを。あれ？今日もいないな。みんなマラ祭りで忙しいから僕たちしかいないけど。キララが最近いないよ。また好きな男でも見つけて、どっかで暮らしているのだろう。まあいいや。俺にはサスミ姉ちゃんがいるからな。ああ。カラスも今日見に来とる。カラスもよう来とる。よう見とる。本丸の二段階目。ふむ。本丸をどんどん作っていくぞ。あ、本丸三回作ったんだっけ？あれ？本丸めっちゃ作った気がする。まあいいや。おい、また来んのかい。最近ペース早えな、鬼たち。あれ、でも人少なくない？やる気なくなってきたんじゃない？こいつら。前はもっと人いたぞ。遊び感覚で来るなよ。だいぶできてきたよな。さあ、やるか。お？祭りか？そっか！今日は村祭りだったな。そうなの？今晩ぐらいは城を作るのをやめてお祭りに行こうよ。おい、その油断が命取りだぞ。ピロロロロー。なんかワクワクしてきたな。さあ、行こうぜ。かわいい。おえ。おお。本当に準備してたんだ。こんなことしてる場合か、お前ら。おい。ねえねえ、またぎ猫。そんなにゴロゴロしてると背中が真っ黒になるよ。本当だな。ゴロゴロにゃん。聞かねえ、こいつも。なんか喋るときは来るのだろうか。踊ってる、踊ってる。踊ってる、踊ってる、踊ってるわけじゃねえのか。クロスしてただけ。あのね、お兄ちゃんね。お店出してるから行ってあげてね。ちょ。見えねえ。ちょ。見えねえ。逃げんな。いやー、いくつになっても祭りは楽しいの。そうか。ほいほいほい。もう変わんねえじゃん。いや、今日はやめときましょう。ほいほいほい。あ、お兄ちゃんが。ブラジ。このお面僕が作ったんだな。なんだお前、ゼルダかなんかの人か。ゼルダリスペクトかもしれん。お面屋かも。てれーれ、てれーれ、てんてれーて。さすみちゃん、あんな奴と仲良く。どうした？あ、こいつ。さすみちゃん、いいだろう。今日ぐらいよ。うん、どうかな。そんな釣れないこと言わんでさ、俺と一緒にお祭りを楽しもうよ。けど、ごめんね、実はもう決まった人がいるんだ。え、だ、誰？大工さんじゃない。彼。彼がそうなの。そうです。膝枕されたんでね。まだ子供じゃないか。うん。でもそうなの。私の大切な人よ。なんと、うむむ、がっくり。口実を作ったって言うんだろ。わかってるよ。ごめんね、あの人いつもしつこくて。けど、あながち嘘でもないんだけどな。おい、悪女。やめろ。ところでさ、リク見なかった？さっきまで一緒にいたんだけど。どこ行っちゃったんだろう、あの子。どこ行ったんだろう。確かに。おいおいおい。本当に俺に惚れてんのかい？聞いてた。ねえ。追っ払ってくれたんだね。いや、俺が追っ払ったんや。見とらんかったんかい。子供だからライバル視されてない。今日はお城のことなんか忘れて目いっぱい遊んだらいいよ。はい。クープ。一人じゃ話半分だよ。そうか。あんまり女の子いないもんな、この街。なんでか知らんけど。男女比が。さすみちゃんとおばちゃんと、ちっちゃい女の子二人ぐらいしかいないんじゃないの、ここ。滅びるぞ。あ、リクいるやん。静かに。さっきお面泥棒見たんだよ。こっちだ。そうか。お面ぐらいいいやん。
お祭りやし。お前かい！許さん。君は、キャッ、見つかっちゃった。なんだ、お店の人じゃなかったんだ。よかった。お面泥棒見たって、もうこんな特徴的な姿してるのに忘れちゃうのか、忘れたのか。なんでお面なんか。ふふ？角隠し。こうすれば鬼ってバレないでしょ？ね？かわいい。そんなことより大丈夫なの？鬼にとって今夜は。今日は何も言わずに付き合って。お願い。満月なんだよ！大丈夫だから。ね、お願い。君はそこまで。俺に代わって。ね。ポッパは？おめえは後で返すんだよ。わーい、ありがとう。さ、早く行こう行こう。おめえ後で返すって。祭りでしか使わなくても買うだろ、みんな。わー、すごい。あはは、楽しい。何してんの？すまん、金魚すくいか。いい笑顔だな、みんな。あ、リック。あら、新しいお友達？うん、キララって言うんだ。服着せろ。何むくれてんだよ。うん、なんとなく。ふふふ、よろしくね、キララちゃん。あ、なるほど。キララのライバル心を演出するためにさっき、悪女化させたのか。残念、宝くじは外れ。罰ゲームだな。罰ゲーム？やばい！ドア！ドア！あはは、あ、やばい！お面が！外れるかも。あ、違った。あ、照らそう。見て見て！コッパが今、飛んでいます。コッパ飛行中。コッパは空中にいます、今。それが、キララにぶつかってお面が外れて、あ、鬼だ！じゃないの？そういう展開じゃないのか。こんなに時間がかかってるから違うか。なんだったんだ、さっきのコッパは。飛んだだけ。いい絵だな。楽しかった。ちょっと喋ってましたが、ちゃんと映像は堪能していました。あっという間だったね。まったく無茶するよな。こっちはバレるんじゃないかってヒヤヒヤだったよ。いい子だね、でも黙っててあげるなんて。けどすげえ楽しかったぞ。おい、またか。おいらもう動けねえ。お、これはコッパなりの演出ですね、これは。お祭りが終わった後ってなんだか寂しいんだね。うん。けどそれもまた悪くないだろ。うん、悪くない。人間って楽しいんだね。物を壊したり悪いことをしなくても楽しいことってあるんだね。どんなマジで育てられ方してんだよ。楽しいことばかりじゃないけどね。よし、決めた！決めたって何を？ふふ、それはまた後で。今日はもう帰るね。キララ顔色悪いぞ、大丈夫か？顔色に敏感だな、コッパは。はしゃぎすぎたかな、けど大丈夫。またよろしくね、バイバイ。酒でも飲んだか。お面を返してもらわなきゃ。ヘラゾウたちは先に帰ってて。お、やばいぞ。律儀だよな、リクって。じゃあ、オイラたちは先に帰ってるか。こう、なんか、上司が現れてリクをさらっちゃうみたいな。ありそう。お面返してもらうの。そっか、ごめん。そんなことより、大丈夫なの？ババ様から聞いたんだ。なぜ満月の夜に村祭りをやるのか。それは満月の夜、鬼は出歩けないからだって。え？満月の光が鬼の命を奪ってしまうからだって。え？後悔はしてないよ。自分で決めたことだもん。え、めっちゃ悲しいんだけど。知らないです。うん、多分知らない。絶対に言わないでね。それから、許してくれてありがとうね。あまりにも一生懸命だったから、お面を盗んだわけも分かったし、苦しい時の顔見せたくないもん。そういうことか。必死な時はどんな顔だって。じゃあ気をつけて。おやすみ。うん、おやすみ。おい、ええやん。ありがとうね。そうか。ちょっと苦しいんだ今。じゃあ。でも死ななくてよかったね。月の光で死ぬみたいなんじゃなかった。あ、あのままじゃあ罠にかかってたら超苦しかった感じなんだ。へえ。あのオープニングね。応援してくれてるぞ。あすみちゃんうどん嫌いなのかな。だとすると俺とはお前だったのか。同じ人間だと思ってなかったわ。かけ食いだ。なんか同じ色の服を着た人だと思ってた。
あと少しっていうのはなんか恋のジョージのこと言ってんじゃないのこのおばさん。そうか。よく見てんな。なんだ？どうした？鬼退治の助っ人募集はここでござるか。侍。足軽だ。おい、押すな。お前こそ押すな。鬼って怖いかな？臆病だな。ほいほいほい。さあ、鬼退治に志願する人は並んで並んで。ところで、城の材料は硬い方が壊されにくい。ですぞ。はい。そうっすか。へえ。なかなか展開していくね。サスミは、呼び捨て。サスミは、元気かな。おっす。お城がだんだんできてきて、もうここからでも見えるくらい。すごいわね、寺蔵さん。ちょっとここの、この窓は封じておきましょう。サスミさん。ペタペタ。よし。あれいないわ。いなかった。外の窓ねえじゃねえかよ。外の窓初めからねえじゃねえか。窓に見えたあれ何だったんだ。てんてん。